どうだろう。はい。飲むかなんかで、じゃあ入れちゃうか。ただなんか無断転用、ファッと来てますね。で、これなんて買ったかというと、ここの絵がインドっぽいから、Amazon、マイストックとして持つのに、必要なものシリーズで欠かせない食材なんだけども、はい、塩です。ただし、微妙に違う。Amazon で来ました。3個セットで123ルピー、200円してないぐらいですね。ピンクソルトです。1キロで95ルピーで、これがブラックソルト、小さいね、小さいです。40ルピー、 200グラム、ピンクソルトよりブラックの方が高いと。で、もう1個が、これがちょっと買ってみようと思って、これデザートソルト、これがね、デザートオブラジャスタン、ラジャスタンの砂漠塩、これは 500g、 40ルピー。値段でいくとやっぱりこの順なんで、黒岩塩が一番高くて、白デザートソルトが真ん中で、ピンクソルトが一番、まあ、単価としては安いと。ただインドではあまりピンクソルト使ってる人は僕は会ったことがないです。で、これもこれを使ってる人は別に会ったことはないですね。で、これはカラナマク、黒岩塩、これは本当にインド人家庭にもあります、普通に使ってます。このメーカーではないと思うけど、さあ、なんかね、調子が悪いんですよ。あんまり今まで自分のこういう経験がない状態、調子が良くない、調子が良くないというか、なんだろう、自分でもちょっと分かんないんだけど、痛風じゃないんだけど、痛風に近い、痛風、でも痛風になったことはないんだけど、これがきっと痛風なのかなみたいな状況になっていて、で、とりあえずですね、だから、これ開けようと思う。ヒマラヤカラナマクって書いてあるけど、ブラックソルトです、書いてあるね。黒岩塩です。黒岩塩をもう粉末状にしたもの、インドでも基本的にはあの岩のままじゃなくて、もうパウダー状にしたものが、一般的に売られていて、それがもう本当に一般的によく使われています。で、これをね、ヒマラヤ岩塩、黒岩塩飲むかなんかで検索してもらえば分かると思うんだけど、多すぎだな、閉めちゃったな、どうしようかな、入れちゃうか。黒岩塩飲むみたいな感じで検索してもらえばいいと思うんだけど、特に朝に飲むのがいいよなんて書いてあるホームページがありました。ただなんか無断転用とか禁止とか書いてあるから、ホームページなんか勝手に何々ですって言えなくて、でこれをですね、まず僕そのまま飲もうと、飲みます。今日調子が悪いんで、ちょっと濃いけど、もうね、完全に温泉の硫黄の匂いがファッときてますね。で、これなんて買ったかというと、ここの絵がインドっぽいから動画向けです。あの街中にもカラナマク売ってるんだけど、その代わり1キロとかドーンとかでかいのがあって、これは 200g、 定価は40ルピーだから日本円で60円ぐらい。動画に撮りたいから小さいサイズを買ったというだけです。で、完全になんか色がさ違うでしょ、透明でないのはなんとなく分かるでしょう。黒くは当然なります、黒岩塩なんで。で、これはあの日本に行くとなぜかバスソルトになっちゃうけど、これをインド人は料理にも使うし、それから一応これはあの根拠は分かりません。ただその黒岩塩のを飲むとかっていうサイト、ブログとかを見るとすごくマイナス値に下げるんだそうです。プラス、要は酸性からアルカリ性になると。で、これはアルカリなんとか水みたいな感じになっていて、マイナスすごい下がるんだって。これを入れるだけで、日本の水道水とかもマイナス200だったかなんか、すごい低い数値になる、アルカリ側によるということで、で、僕は今ちょっと体の中が酸性に寄っちゃってんじゃないかなと思ったんで、だからちょっと体をマイナスの方に振らせようと思って、ちょっとこれを今日ここで開けて飲もうと思ったっていうのは、これをね使ってから一気に調子が悪くなったんですよ。アンチョビ、インドではアンチョビと言われているカタクチイワシの煮干しです。煮干しね。で、全然僕その辺の知識全くなかったから、ちょっと調べてみた。カタクチイワシ、煮干しって何ぞやって調べてみたら、で、僕もだって日本でさ、だって味噌汁飲んでるし、そばもうどんも食ってますから、とにかく煮干し入りのものがいくらでも食ってきて、ただ僕が今回煮干しをこう食べたのはもうめちゃくちゃ数年ぶりなんですよ。もういつかわからない、いつだろう、2018とか9とかだから、すんげえ久しぶりに食べたんですよ。だから僕の体質がインドものばっかり食べていて、インド系体質になっていて、こういうものを食べずになっていて、それを一気に、ただ6尾だよ、使ったのはね、6尾を出汁にして食べただけなんだけど、それで急に体質っていうか体調がちょっとおかしいなって感じで、熱が出たとかそういうことじゃないんだけど、体が急激に酸性に触れたのかなと思って、それでヒマラヤ岩塩をとりあえず飲んでみよう。黒岩塩食用です、バスソルトじゃありません。で、風味は温泉の風味がします。温泉の味噌も飲むのも
今はどうかしないけど昔あったよね、温泉 の腐った匂いがします卵のね、うん、これちょっと強制的に体質がまた戻せるのかというところで、これは煮ぶちゃいとかに入れようと思って、あとまあインド料理だよね、インド料理の時に入れる、あのパスタすあの茹でる時に入れちゃったら味変わっちゃうからということで、痛風つっても、ね、指のね この辺がちょっと表面が痛いなとか、そんな感じで、原因がもし本当に硬く中和性による酸性に体質が急激に触れたからなのであれば、ちょっと今中和させてるというところですね。ちなみにこの理由を買った理由がこれなんですよ。デザートソルト、インドの砂漠ソルトっていうのがあって、これはこれでちょっとまた別の動画でやってみようと思います。塩田ってことですかね、ラジャスタンの。とりあえずこの動画、これだけ何の動画なんだろう、それだけで、あそこにサグマの音がちょっと分かる、そこになんか浮いてるの黒ガエですよ。体がまたアルカリ性に戻っていければかな、それだけ。I don't know.